一言の優しさが君を傷つけてしまう。この心は君と僕のためだけに生きれない。今のアンドロップっていうバンドのモードが今叫びたいっていうモードになってるんだと思うんですけど、声には出せないんだけども心の中でずっと叫んでたりだとかっていう瞬間って多々あると思うんですよね。自分もあるし、音楽やってる時でもあるし、なんかそういう時に諦めないで生きるってことをやめてしまうとすごく楽な瞬間とか、あとなんか自分の目標を決めた掲げた目標に対して行くんだけども、すごい壁にぶち当たってしまってやめることもできるじゃないですか。自分の苦痛から生まれた叫びをプラスの力に転じることが自分らしく生きることなんじゃないかっていう、諦めることじゃなくて自分らしく生きることなんじゃないかどうか思う。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。すいません、こんな形でバーチャルで参加で、すいません。だって川村さんにお願いしようとしたところで、川村さんニューヨークの方に行ってしまっているので、ニューヨークとのやり取りしてるじゃないですか今。まあ、前田さんだけじゃなくて佐藤さんとか内田さんとか、そのまま、これも新しい試みだと思うんですよね。テイスト的に日本だけじゃなくて、ニューヨークの方で作った映像と織り交ぜるので、自分たち的には多分今までのないテイストになるんじゃないかなとは思ってるんですけど、絵コンテを見た時、すごい物語が描かれてるなと思います。影をテーマにしてやるっていうプレゼンを受けた時にいいなと思ったんですよね。ある方面から見るとそういう A という物体なのに、ある方面から見ると B になってるっていう、それってなんか人との関わりだとか自分が見るものもそういうことってあるなと思われてて、 Yep. Shot one, take one. 一言、一単語、家族っていう単語に一つ取ったとしても、多分僕が家族、考える家族っていうものと、僕じゃない人が考える家族っていうのは、同じ家族じゃないはずなんですね、思い描くものが。家族っていう単語一つ取っても違うんだから、目に見えてるいろんなもの全てはきっと理解してない、自分だけしか理解してないこともあるはずだし、それがね、今回の絵コンテのシャドウ、影をテーマにしてるっていうのとすごいリンクしてるんですよ、僕の中では。ある側面から見ると正しく見えるけど、ある側面から見ると間違ってるとか、深いなと思う。寄り道してるんだ、超寄りみたいな。はいはい、はい、カット。じゃあ以上で終了になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。もう3時ぐらいです。3時。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございます。